マシオ型測量船は海上保安庁の測量船の船球。交渉船形は20メートル型。船室は高張力項だが、軽量化のため、上部構造物はアルミニウム合金製となった。没水部船形は V 型である。また、復元性向上のため甲板室の高さを抑える、などの設計変更が順次に加えられており、平成10年度以降の後期建造船では、 総トン数は30トンに増加している。主機関はこうだと方式とされた。これは両弦に大主機、中央に小主機を排して、通常高校時は小主機を停止して軸は有点、測量時は両弦軸を固定して、小主機のみを運転する方式であった。大主機では最大15ノット、小主機では5ノットを発揮できた。その後、後期建造船では、 トラディショナルな2機2軸方式に変更された。観測機器として、精密電波測域器や音響送回帰、推進自動収録処理装置、超音波流速計、磁気式流交流速計、最冷機などを装備した。このうち、音響送回帰とアドシッピーの操縦破器は船底に、また精密電波測域の主極アンテナはマストに固定装備されており、 従来は測量作業のたびに行われていた偽装作業の手間が省けるようになり、測力面でも恩恵があった。また後期建造艇には、ベレソン社の C-BAT-8101 マルチビーム音響促進機が搭載されており、平成11年度には収益済みの3隻にも後日装備として搭載された。これは、周波数 240kHz、101本の 待ち受けビームを合成可能であり、最大促進可能推進は450メートルであった。これと合わせて測量用デファレンシャル GPS とデータ、収録処理装置も搭載された。ありがとうございます。